ねえ、綾香ってさ、最近彼氏ストーリーに乗っけすぎじゃない？乗っけすぎだよね。マジどうでもいいんですけど。なんか何人目みたいな。てかもう5、6人くらい付き合ってない？やばいよね。続けよ、マジで。1年くらいは続けろよ、みたいな感じじゃない？てかストーリーにいちいち投稿する必要ないよね。わかんだけど。いちいちさ、彼氏となんか食事なうみたいな。いや、お前の食事誰も気になんねえから、みたいな。もうスキップするよね。わかるわかる。羨ましい。え、ねえ、ひかりちゃんのさ、彼氏の顔見たことある？え、ある？あるある？え、マジさ、ひかりちゃんの彼氏ってさ、なんだろうな、なんか、平井大をフルボッコしたみたいな顔してる。そう、平井大わかる？平井大わかる？わかんないかわかんないか。じゃあね、なんだろうな、なんか、なんて言うんだろうな。菅田将暉1200発打って、菅田将暉の鼻をめっちゃぺっちゃんこにしたみたいな顔してる。そう、そう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 。え、マジで、なんか、控えめに言ってブス。うん。え、なんかさ、正直さ、なんかリア充イコールさ、カップルみたいになってるけどさ、別にリア充ってさ、リアルに充実してるのは略じゃん。え、もう友達いればよくない？え、そうだよね。友達がいればもうそれでリア充じゃないと思うんだけど。だってうちも彼氏とか全然いらないもん、今。もうみんないるから十分みたいな。だって別にバイト先とかでも、不備ないし、普通に楽しく暮らせてるし、そう、みんなめっちゃ楽しいし、もう家族仲いいし、友達最高じゃん？だからもう、え、リア充っていらなくない？その言葉。リア充って言葉自体必要ないよね、だって。ね。マジ必要ないと思うんだけど、もう充実してんならそれでいいよね。なんかカップルイコール青春だみたいになってるけど、もう友達いれば青春だよね。ね、それな。え、愛理ちゃんって田中くんと付き合ったんだ。え、愛理ちゃんってあのさ、3組のさ、え、山下愛理だよね。え、そうだよね。え、そうなんだ。いいんだ。愛理ちゃんって。え、ぶっちゃけさ、言ってもいい？え、なんかさ、別にさ、え、なんか愛理ちゃんのこと下に見てるとかそういうつもり全くないよ。一切ないんだけど、え、ぶっちゃけ、みんな、マジで正直で答えて。愛理よりうちの方が可愛くない？え、可愛いよね。なんか自分でさ、自分のことめっちゃ可愛いと思ってるわけじゃない。可愛いとかもマジで全く思ってないけど、愛理ちゃんよりかは、マシだよね。ねえ、なんで愛理ちゃんにさ、彼氏できてうちにできないの？おかしくない？え、この世の中マジ、おかしいと思う。え、愛理ちゃんでいいんだ。へえ。ねえ、まるちゃんとれいやくんってイチャつきすぎじゃない？え、それなーってかさ、学校のこの間文化祭の行事の時にマジイチャついてて、二人で やりながら作業してたんだけど、はみたいな。てか二人とも分けろ分けろと思って。男女別でやってんだからカップルっていう一緒にいる必要ないよね。てか周りも気遣いすぎなんだと思うよ。なんかその二人カップルだから一緒にやりなよみたいな。いや、もうどうでもいいんですけど、じゃんじゃこ離れさせろと思って。なんなら別の女子とやれと思って。マジ見せつけだよね。ほんとそれな。なんかストーリーでも毎回投稿うるさいし、プライベートで二人でデートしてるんだったらよくないみたいな。学校でイチャつき必要あると思って。ほんとに。意味わかんなくない？超イライラするんだけど。てかマジイライラすぎて血糖値上がったんだけど。とりあえず甘いもの食べに行かない？え、食べに行こう。パラは？え、でもうちラーメンも食べた。二つ行けばいいか。最高最高。いやー、もうじゃあ二つ行こう。やった。嬉しい、楽しみ。じゃあもう、文化祭の準備放課後残ってやんなきゃいけないけど、いっか、抜け出していこう。うん。二人に任せとけばいいよね。やったー、嬉しい、楽しみ。イェイ。やっばてかマジ、イラついたからさ、今日ラーメン食べに行かね？え、ラーメン食べに行こう。で、ラーメン食べに行った後、スイパラとか行こう。それな、それな、もう、じゃんじゃんやっちゃおう。もう。食いまくり、食いだこれつ、イェーイ食いだこれって言っちゃった。食い倒れつら、がもう間違えちゃった。食い倒れツアー。もう、